きちんと仕事はしてる。見ればわかるでしょ？どこまで進んだかくらい覚えていられないの？競争者としては致命的ね。ご褒美を確認したいのかしら。食欲旺盛ね。人間にとっては長い道のりかもしれない。まあ焦ることはないでしょう。シンプルに言う。質問があればインフォメーションを見なさい。以上よ。壊れるまで無理に働く必要はないと思う。それを求める飼い主は、飼い主失格よ。疲れたら休むのは当然でしょ？文句を言う奴がいたら、水の代わりにガソリンでも飲ませたら？眠りたいのに眠れない？私に手伝えることがあるとすれば、それは子守歌ではなく、石の冷たさだけど。どうする？ひどい顔してる。仕方ない。何か欲しいものがあれば言いなさい。システムがよくわからない？すべてが書いてある場所があるはずよ。自分で開きなさい。ちゃんと休めた？そ？なら、よかったじゃない？春になっても冬眠したままの蛇がいる。掘り起こすかそのままにしておくかは、あなたが決めて。寝ぼすけに対しては、フライパンをお玉で叩いて起こすのが伝統的な起こし方だと言われたからそうしてみたけど、普通にうるさい。心地よい場所から動きたがらないのは、意思あるものとして当然のことだけど、結局動いた方が気持ちいいのよね。誰かが元気になるのを見るのも、自分の楽に通じるのならそれなりに嬉しいものね。誰かがじわじわ弱っていくような姿を見るのも、もちろん嫌いではないけれど。面倒だけど、こうやって少しずつ進むしかないようね。焦らず這い寄れば、いつかは獲物にたどり着く。そういうものよ。少なくとも、道に迷うよりはいい。今度は木登り？わかりやすくなったことだけが救いね。どうやら、何かやってしまったようね。この世にはいろんな靴があるものね。少し感心してしまうわ。半分くらいは進んだ気がする。さっさと終わらせましょう。ちゃんと取れてる？なら次に行きましょう。足取りに迷いがないように見える？もともとの作りがわからないから、あなたたちのように戸惑っていないだけよ。いろいろあったけど、一応、その、反省はしてる。
ごめんなさい。姉様たちにも言われたから、責任を取ってこれからもしばらくはあなたの怪物として働いてあげる。カメラを使わせるも、マガンを使わせるも好きにしなさい。はいはい、次次。だいぶカメラの使い方にも慣れてきた。今更だけど、ここサーバント多すぎない？終わりが見えてきた。そう思えるなら幸せね。これで全員分のポートレートを撮り終えたようね。達成感がなくもない。この成果が無駄にならないように、保管はきっちりしておきなさい。へえ。こんな終わった場所に来る人間だとは知らなかった。もう何も変えられない。怪物に石にされた犠牲者の顔を見て回るようなものだと思うけど。まあ、人の趣味はそれぞれよね。あなた、今頃何しに？私はただ、静かに本が読める場所の心当たりがここしかなかっただけ。違う。友達がいないとか、ぼっちとかじゃなくて。あ。普通、こんな人気のない暗がりにいるのは、蛇くらいのものよ。物好きな人間ね。まあ、怖くないというのなら、別に無理に追い出したりはしない。